やっぱ風邪の引き始めってなんか喉痛いなとか扁桃腺痛いなとかなんか節々がちょっと痛いなってなってくると思うんですけど、そういう時に山口彩希です。今年も残すところあと1日、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。最近皆さん本当に寒くないですか。皆さん体調とか崩されてないでしょうか。私はですね、山口彩希といえば本当に元気が取り柄というか、全部1年間見たところ多分風邪ひいてないちゃうかなっていうぐらい全然ひかなくて、だからそんな元気な山口彩希が皆さんに風邪ひけんためのあれを伝授します。例えばやっぱ風邪の引き始めってなんか喉痛いなとか扁桃腺痛いなとかなんか節々がちょっと痛いなってなってくると思うんですけど、そういう時にここからが大事です。そういう時には痛いなと思ってるところを集中型にイメージするんですよ。イメージするんですよ。細菌がいてるっていうイメージをあるでしょ、あるでしょ。その痛いなっていうところに向けてそこに攻撃するんですよ、攻撃するんですよ。で、まあ、例えば、まあ、こっちやとしたらあの菌がおるとするじゃないですか、菌をやっつけるみたいな、そういうイメージでおるとほんまに風邪ひけへんというか、やっぱ何でもやっぱりこれ精神的な、はい、ということでですね、今年1年皆さん本当にお世話になりました。たくさんのいろんな出会いがあって本当に感謝の思いでいっぱいです。で、今年はですね、4月それから12月に大阪で大きなワンマンライブをさせていただいて、本当にたくさんの経験をさせていただけたなと思って、すごく、ありがたい思いでいっぱいです。そして来年こそは夢目標を実現できるようにですね、今まで以上に精一杯頑張っていきたいなと思います。皆さんぜひぜひよろしくお願いします。で、来年なんですけど、早速1月2日に山梨県五穀神社で歌わさせていただきます。14時から歌うことになってるんですけど、その日は多分初詣でたくさんの方々がこういらっしゃる来ると思うんですけど、皆さんに幸せな気持ちに、ハッピーな気持ちになってもらえるように、もう元気いっぱいに楽しく歌いたいなと思います。お近くの方はぜひぜひお越しください。そしてなんと3月9日は静岡県、そして4月13日は岡山県でワンマンライブが決まりました。てか決まってます。しかもですね、なんとバンドでライブさせてもらいます。大阪以外のライブでバンド演奏するっていうのがなかったので、すごくもう今回、ドキドキワクワクの胸をときめかせながらこの日を迎えたいなと思ってますので、ぜひぜひお越しいただけたらと思います。そして静岡県のライブのチケットはもうこう発売開始してるんです。なので、この YouTube の説明欄にリンク載っけときますので、ぜひぜひそこからお買い求めてください。あと実はこの動画の前にもう一つ動画をアップしています。それが作業用 BGM 日の丸魂が震え立つ愛のメドレーというものなんですけど、私のオリジナルの曲が7曲から8曲ぐらい入ってる動画なんですけど、後ろのバックに日の丸の旗がこうはためいている、そんな動画になっています。例えばお家でこう YouTube をテレビにさせてもらって、でバックにこう日の丸が映し出される、ポンと大きく出されるので、ぜひ例えばね、こうテレビに映し出した日の丸のもっと山口彩希の音楽を聴いてもらって、お食事をしてもらったりとか、年末年始いろいろと、お忙しい中だと思うので、そんな皆さんの日の丸魂が奮い立つための BGM を作りましたんで、ぜひぜひ聞いてもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、そんな感じで皆さんぜひ良いお年をお迎えください。今年1年本当にありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。